アストラムラインの延伸を予定する JR 西広島駅前の再開発について、昨日住民への説明会が開かれ、その概要が明らかになりました。高層マンションや商業施設などを整備するとしています。再開発準備組合によると、再開発を計画するのは JR 山陽線西広島駅南口のおよそ1.6ヘクタールです。計画では、 およそ450戸が入る高層マンション5階と7階建ての商業施設2棟自転車およそ1100台バイクおよそ200台を止められる市営駐輪場の合わせて4棟を建設しますそしてこれらの商業施設とマンション市営駐輪場を歩行者用の高架デッキで結びます一方、広島市は北口周辺で区画整理事業を展開

再開発準備組合は来月、周辺住民を対象に2回目の説明会を予定2027年頃に着工し2033年頃の完成を目指したいとしています。